先ほどまでこの代々木公園はほとんど人がいなかったのですが、先ほど NHK ホールのあたりで何か催しが終わったようでして、大勢の人たちが今帰っていくところです。奥に見えております大きくて大変立派な建物、渋谷区を代表する施設だと思われます。東京都渋谷区にございます NHK 日本放送協会東京放送局です。 NHK の本局という言い方の方がもしかしたら馴染みがあるかもしれません。日本放送協会の NHK の3文字を取っております。この NHK ですが、近頃だいぶ話題性ね高まっているようなところでもあります。立花隆さんという人ですよね。 NHK をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す、 NHK から国民を守る党なんていうなかなかキャッチーな党名の政治活動を始めるということにまでなりました。なかなか効果が上がっているような気もしますが、その何ていうのかな、宣伝とかそういうプロモーションの面ではうまくいっていると思いますけれど、しかしながら裁判などではうまくいっていないように見られるというのが現状です。そもそも NHK がなんで問題になっているのかというと、その受信料制度、 NHK を見られるような状態になっている、テレビを持っているとかワンセグとかそういうのはあるだけで NHK に対して毎月1300いくらという安くはない受信料を支払わなければならない。これがだいぶ問題視をされているわけです。 NHK を見たくもないという人にも NHK は電波を止めず、あるもうこれは完全な押し売りと言ってもいいかもしれない、押し売りじみた、そんな商法によって NHK は多額の利益を上げていて、しかもこれは前には随分ですね、いくらだっけな、6000億円だか過去最高益を記録したとか、そんなことにまでなっております。ちょっとおかしいんじゃないかと言われるその気持ちはよくわかりますが、じゃあ NHK は殿様商売をやっているような、そんなお気楽なテレビ局、みんなから受信料ね、いきなりこうこの横に自動販売機とかがあってですよ、それで自動販売機にいきなり話しかけて、はい、私と目が合った、あなたは今私から、商品を買わないといけません、私から商品を買わないと裁判でもって訴えて、あなたから商品買ってもらいます、無理やりにでも買ってもらいますよとか言われたらめちゃくちゃじゃないですか。それはおかしいんで、確かにそういう状態はなんか変なような気はするんですけれど、でもなぜそういうことが必要とされているのか、 NHK が存在しているのかということを考える必要はあります。公共放送というやつね、ただみんなから金を巻き上げるというだけじゃないんですよ。みんなから金を巻き上げているのは、それはつまりみんなのための、究極のみんなのための放送を実現するためだというふうに言われております。現状、2分も使ってるからもうちょっと早めに続けたいと思いますけど、のみんなのための放送っていうのはじゃあどうやったら実現できるのかと、民放というところはお金を特に払わなくても見ることができます。でも民放はみんなのための放送はできているかといえば、ある程度やっぱりそういう放送じゃないと見てもらえないというところはあるんですが、その仕組み上はそうではないように思われます。民放っていうところは基本的にはコマーシャルでもって外から企業にスポンサーついてもらって、そこに、なんかこうメリットのあるようなコマーシャルを流して自分たちの番組を見てもらう、そのコマーシャルも見てもらう、そのことによって利益を上げている、まあ、私たちのような人間とちょうど同じような活動をしているわけです。でそうするとスポンサーの意向にどうしても従う必要があります。私別にそんなに影響はないですけど、例えば Google、 YouTube を運営している Google ですよね。それに対して批判的な動画を投稿したら、私たちの動画の収益性が大幅に減るということがもし明らかになったら、そういう動画は出さなくなるでしょう。民放だって同じでして、例えば人工甘味料というものが危険である、食べたらばもう発がん性が高すぎて危険だということが明らかになったとしても、でもスポンサーにそういうものを多く使っている企業がついていれば、そのテレビ局はきっとそのことを報道しない、きっとかどうか分かりませんが報道しづらくはなるでしょう。これは間違いないですよね。そしたらそのスポンサーが離れてしまうかもしれない。でもし全ての民放にそういう会社がスポンサーになっていたらば、結局どの放送局もそういったことを言えなくなってしまって、そして国民が真実を知ることができない。これは大きな問題です。そのために NHK というものが存在しているということなんですね。全ての国民からお金を直接もらうということは、つまりどんなところのスポンサーをどんなスポンサーもつけないということになります。スポンサーがなければスポンサーのことは配慮した放送をする必要はないんだから、言いたいということ言い放題というわけです。ただ国民が本当に知りたいと思う情報を唯一追求できる可能性のあるところが NHK ということになります。であとはですね、もう一つ NHK は、政府にも全く、帰属しております、所属しております。まあ一応、全くじゃない、まあ実は結構あるんですけど、でもですね、一応原理的なことを言っておきますと、じゃあみんなのための放送をやるんだったら、そういうのは基本的に国がやることなんだと。市場の失敗というものがあるんだったら、つまり、そういうお金儲けを目的としていると、そういうふうな不都合が生じるんだったらば、じゃあその解決策として国がそこへ登場すればいいというふうに考えるのが普通です。例えばね、みんながゴミをボン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 こう道端に捨てていっても、それを解決することは誰にも、それを解決したところでお金にならないから、誰もみんな道にゴミを捨てまくったことを解消しようとはしない。そのために国がゴミ収集をするとか、まあ、そういうことなんですけど、 NHK の場合はじゃあ国が真実を放送するかっていうと、それは分からないですよね。政権より、まあ、もしくはその政府よりのそういう放送がされるという可能性は高いし、否定できないし、そんなものは信用できません。だから、まあ、国営放送を、まあ、別にこれからしてもいいかもしれないですけれど、でも国営
営放送に切り替えればそれが信用ができるのかというと、国に所属してしまえばスポンサーのことを考えないかもしれませんけれども、結局国に都合のいい放送ばっかりということで、やっぱりどうもそれは質のいい放送とは思いません。だからもう完璧にスポンサーにもそれから国にも所属しないみんなのための放送を実現するために、みんなから受信料を徴収するということをやっているわけです。でここからがじゃあ問題なんです。これは NHK が必要だとされている理由で、 NHK が今でも存在しているもう紛れもない理由なんですが、ちょっと待ってくださいね、ちょっと手元にメモがあるんですけど、じゃあそしたらね、NHK はまず、見たいという人にだけ放送を見せればいいんじゃないかと、そういう公共性を、必要としている人たちに対して受信料を請求して、それでみんなでそういうものを見たい人の間で運営するべきなのではないかと、そういうことですね。やりゃいいような気がするんですけど、 NHK はやっておりません。放送法でですね、実は NHK は結構もう50年60年ぐらい前ですけど、放送局が NHK ぐらいしかなかったような頃に、つつうらうらに放送を届けなければならないというふうな使命を負わされておりまして、だから全国つつうらうら全ての人に、放送を行き渡らせるためには、みんなからお金をもらって、そして本当にみんなに、実際に届けるということが必要なんだということを言っております。じゃあもうちょっと受信料値下げしろって思うんですよね。過去最高益を記録しているぐらいに儲けているのはおかしい。受信料がそんなに高くて負担になっているんだったら、もうちょっと安くして、そして多少質を落としてでもみんなに本当に必要最低限の情報が届くような、そういう工夫をした方がいいような気がするんですが、実際には NHK は受信料の値下げも検討していないようです。それはなんでかって言ったらば、 4K 放送とか 8K 放送とかそういう高品質な放送でもって視聴者に対してその NHK が上げている利益の還元をする方針だということを言ってるんですが、それは公共性を高めることにつながっているのかというと、つながっていない気がする。 NHK の目的に反しているじゃないかと。 NHK の言っていることで都合のいいところでは NHK の目的が放送法でこのようにと言いつつ、都合の悪いところで放送法のその目的をなんだか無視しているような気が私にはしないでもありません。でも私は NHK の公共性を必要だと思っているから、 NHK に受信料は払いますけどね。でそうすると、じゃああとはもう一つ別の問題、 NHK はじゃあそんだけ公共性という割に公共性の高い放送を実際にしているのかというと、もちろん中にはみんないろいろ努力をしているはずですから、公共性を維持する、確保して、そういう放送をしようというふうに考えている方が多いんだろうなというふうには思うんですけれども、でも実際にあまりそれが実現されていないような気がします。前に衆議院選挙の時だったかな、参議院じゃなかったですね、衆議院選挙の時にね、見たんですよ、なんか、テレビ放送をやってたんですけど、結構自民党の特集時間が長かったんですね。各政党をこう取り上げているような、番組があったんですが、自民党の尺がすごい長くて、なんかその野党はこう結構短いな、議席に応じた報道の時間になっているような気がして、なんかちょっとこれは現政権に寄りすぎているんじゃないか、こう、ね、安倍首相にあんま注目しすぎているけれど、でも安倍首相が自民党総裁として活動していることを取り上げるというのはちょっといろいろ問題があるんですね。あまり詳しくは話しませんけど、話長くなっちゃうから、なんかね公共性が高くないような放送の内容になっているなと、まだむしろもしかして民放の方がいいんじゃないというような放送を私は見たことがありました。そういうふうなことが実現されていないのに NHK に受信料を払うというのはおかしいんじゃないかという理屈、これは私は通ると思っています。まあ、こんな感じでいいかな、ある程度話すべきことは話したように思います。でも私は NHK の局員だった方とね、しかも結構上の方までっていうか重要な仕事をされていた方とお話をしたことがあるんですが、その方は NHK、まあ、じゃあ NHK をその方今局員なのかっていうと離れているわけですから、だからあれなんですけど、でもやっぱり NHK は必要だし、こういう公共性の維持していく公共性の高い放送は必要なんだよというふうにおっしゃってました。まあそれはそうだと思います。私だってそんなことは当たり前だと思います。だから、まあ、NHK をぶっ壊すということで、もしかしたら日本放送協会が本当にああいう一連の活動によって消えるということはあるかもしれませんが、同様の公共性を維持された国民直属の、見たい人たちだけがもしかしたら見るかもしれないけれど、国民直属の放送というものは、今後もですね、ずっと恒久的に求められていくものなんじゃないかなというふうに思います。私は求めております。これが私の考えです。こんなところでした。ちょっとね話を短めにしたかったんですけど、やっぱ8分50秒か、長くなっちゃいましたかね。すいません。ご視聴ありがとうございました。